蝶窓火事は、京都市下京区にある浄土宗の寺院。3号は、延命山。本尊は、阿弥陀三尊像。洛陽三十三所観音霊場第二十四番札所。観音堂一条天皇観光八年の頃、平安京で放送が流行して、多くの人が亡くなった。それに心を痛めた、大納言、藤原地下志功が、天読三年に、絵心相図原心に、 聖観音像を掘らせ、それを宮中に祀って祈祷を行ったところ、暴走はようやく収まった。天正十五年に三河国から上落してきた浄土宗の大誉れ商人、浄和聖岩が清水寺の観音像の霊国によって、かつて放送を収めたという霊源新たかな聖観音像が比叡山にあることを知り、それを譲り受けて現在地に観音堂を建てて祀った。 慶長13年、西岸に帰還をしていた江戸幕府京都諸次第、板倉勝茂が、この観音堂に土地を寄進し、自覚大支援林が掘り上げた、阿弥陀三尊像をも寄進した。それを受け、それらを祀る本堂や栗などが整備されていき、勝茂の死後に、その隠語を超縁院と言ったことから寺の名を、超援寺とした。天明8年の天明の大化で、仮覧が焼け落ちるが、 阿弥陀三尊像と聖観音像は無事であり、間もなく第十五世、つい誉れが再興させる。小窓火事は明治維新や廃仏希釈の混乱を何とか切り抜けたが、1931年に火災に遭い、阿弥陀三尊像と聖観音像、観音堂、三門以外を失った。しかし、翌1932年には早くも再建された。ありがとうございます。